時キ公園の白鳥、時キ公園の湖、時キ公園の高病原性鳥インフルエンザとは、2011年2月、山口県宇部市の時キ公園で共読で、高病原性の鳥インフルエンザ感染により、国鳥が死亡したことを受け、時キ湖で、包丁飼育する白鳥類及びカモ類の全鳥処分が行われたこと。白鳥は、町のシンボルで、また、 時は公園の最大の売りの一つであった。捕獲、処分、消毒など、防疫措置は2月9日夜から11日昼まで行われ、死骸は11日夜に搬送され、12日昼までに焼却を終えた。作業を行う職員は、ウイルスによる汚染を避けるため、白い防護服を着用し、捕獲者はボートで時は池にこぎ出し、切り離して包丁飼育されていた。 白鳥類358羽及びカモ類41羽を人は残らず捕らえて殺処分し死骸はドラム缶に入れて夜7時に焼却場へ運び焼却した。またバリケードを設置する公園内の通路に小石灰を撒くなど鳥インフルエンザの防疫措置を行った。山口県は時和公園から半径10キロ以内の養鶏場などを緊急調査し 課金などに異常がないことを確認した。当時、45羽のペリカンが飼育されていた。ペリカンは白鳥湖と網で仕切られ、白鳥とは放し飼いされる生活エリアが異なるため、これは目視で厳重な監視が行われ、45羽のうち包丁飼育で自由に飛べる13羽は捕獲され次第、切り葉処置を施し、生活エリアから飛び立てないようにする措置を講じるとした。 ペリカンの救助は防護服を着用して行われた。また、ペリカンと共に野鳥の状況も監視された。防疫作業が済むと、残されたペリカンを守るために、ペリカン島を含めた3カ所で分離飼育を行った。翌年2012年11月7日、鳥インフルエンザ対策に、ペリカン島2房鳥ネットが完成し、ペリカンが移された。 2011年10月26日に環境省が動物園等における使用庁に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針を策定したのを受け11月下旬、宇部市が時は公園広、病原性鳥インフルエンザ対応マニュアルが策定した。新しいマニュアルは従来は殺処分を行うようになっていたところ経過観察で良いことになり規制が緩和された。 時はこを考える市民委員会の専門家は国の指針は考えていたものより緩やかだった。方法を研究すれば再度の白鳥湖も可能ではないかとする意見があった。その後2017年5月下関市の深坂自然の森からの譲渡を受けおよそ6年ぶりに時は公園における白鳥の飼育が再開された。ありがとうございます。